今回は、なんと留置所で生活していたという一致のエピソードをご紹介します。そもそもなぜ留置所に入ることになってしまったのか、留置所内での生活はどうだったのか、かなり赤裸々に綴られている貴重なスレです。ぜひ最後までご覧ください。女は1ヶ月留置所生活してたんだけど、質問ある？裁判で無罪になって、出所してから半年記念日祝ってくれ。罪状は？窃盗や。盗んだものは？高い本や。無罪じゃなくて草。おっさんやろ。おっさんと思ってくれててもええで。万引き初犯で不起訴とかか。執行猶予じゃないの。窃盗で捕まったが、Y に窃盗させた奴がめちゃくちゃ悪い奴で、Y がかわいそうってことになったんや。監禁されて窃盗させられたんや。え？監視は女しかおらんで、エロいことはされへん。完全無罪なん。それともただの不起訴？不起訴やな、辛すぎて弁護士に恋しそうになった。不起訴は無罪ちゃうんを。前科やなくて、前歴という奴がついたみたいやわ。ちなみに風呂は週一やで、辛かった。え？しかも全身、固形石鹸だけやで。皮膚炎なりそうで草生えない。しかも全裸を4人の警察官にガン見されながらやし。もちろんドライヤーなんてないから、すぐ部屋戻されて囚人服びちょびちょで震えてた。ちぇ。もちろん生理中とか何も考慮されんよな。服に血がつこうが構わんのか。えげつねえな。なんと生理用品は、持ってた財布からなら買わせてもらえるんや。毎回大きな声で〇〇番です。ナプキン買いたいのでお願いします。って言わされてたで。きつ。てか無一文なら垂れ流しか。人権仕事しろ。男より数倍悲惨で草。監守も同じ女なのに何か思うことはないんですかね。あくまで留置所で。実刑は下ってないのに、この扱いはちょっとなと思ったやで。でも迷惑をかけた本屋さんには、本当に申し訳ないと思ってるで。盗まれてないなら本屋の被害なんてゼロやん。男との生活に加えて留置所での生活も辛かったな。お疲れ様。少しずつ PTSD を治していって幸せになるんやで。ありがとう、泣きそうやで。でも自分の弱さが招いた結果やから、真摯に受け止めて前を向いて、まともに生きていこうと思ってるやで。窃盗させた奴はどうなったん？この間別の事件で捕まったらしいが、まだ呼び出されてない。もしかしたら参考人として出頭命令が出るかもしれへん。不起訴なら1ヶ月やなくて最大23日やん。同じ日に2件してしまったのと、共犯者が捕まってないとのことで伸びて1ヶ月や。犯罪前から釈放までのうち、どのフェーズが一番楽しかった、一番辛かった？一番楽しかったのは、裁判所まで行く途中にバスから垣間見れる野良猫と、おやつの時間や。辛かったのは検察官にめちゃくちゃ詰められて、2時間泣かされたことや。被疑者の音差し入れられた？被疑者の音しか頼りがなくて、日記みたいに絵とか書いてたら、めちゃくちゃ怒られたやで。今でもベッドの下の引き出しに入れてる。怒られたって弁護人に？監守やで。監守は被疑者の音見たらあかんと聞いてたのに、見られて泣いてしまったわ。そのこと弁護士さんに言ったら注意してくれたけど、警察って割と適当なんやなと思ったわ。告白あり得る話やね。警察官ってあんまりその辺の勉強せんもんな。やっぱりそうなんか。まあまあ監守同士のギスギスとか見ててしんどかったで。かわいそう。あなたが男の暴力に折れず、もう家に金はないと言わなければ、本屋に迷惑がかからなかったと思いませんか？と言われた。グーチク。モラハラやんけ。検察官すげえ嫌な奴だったよ。それがお仕事だから仕方ないんだろうけどね。一ヶ月拘置所って仕事は？仕事は辞めたで。警察から連絡が行ってぼやーとクビや。今は別の仕事しとる。仕事はリモートで監禁されながらしてたで。ボイレコと日記で証拠取ってたから無罪になれた。まあ軟禁に近かった。監禁してた奴はなんやねん。監禁してきた奴は、自称ヤクザの男にお金あげると言われて、家にあげてしまったことから始まったで。監禁マンにはエロいことされた？日常的に性的暴行を加えられてたで。そもそもなんでお金あげるってのを信じたんや。仕事辛すぎて精神限界やったんや。今思ったらおかしいと思う。頭悪そうな女見分けるの得意なやつって、どうやってんやろな。今までも何人も女の人を騙して、そのお金で生きてた前科持ちだったらしい。でもそれをはるかに上回る愛の頭の悪さが招いた結果。そんなやつとなんで関わり持ったんや。普通関わるようなことないやろ。ネットやな、なんか好きやって言われて。ほんま情けないで人様に迷惑しかかけなかった。SNS？それともこういう掲示板？ Y が配信アプリで顔出しとったんやで。そこに監禁マンコメントしてきたんや。くさ、コメントだけの男と会おうとすんなや。イケメンやった？全然イケメンじゃなかったで。悪いことして稼いだ汚いお金だから、分けてあげるよって言われてな。
まんまと騙されたわ。詐欺師は本当のことと嘘を混ぜて話すって、ほんまなんやな。汚い金を元に汚い金稼いでるんやな。騙される方もまあまああれやけど。私よりも騙されてる女がいたようで、その女からこの間 DM 来たわ。監禁マンが捕まって、借金が100万超えてるから助けてほしいって。お家の冷蔵庫の中身とかどうなった？見事にカビまみれやったわ。パプリカがひどかったとマッマが言ってた。留置所の部屋はコロナで一人部屋やったが、隣の部屋のおばさんが入れ墨まみれで、歯磨きの時間となりなのすっごい怖かった。ギリケンだろうからまた騙されそう。うつ病でもう親からの信用もないから、25にして子供部屋おばさんに帰り咲きやで。悪いことしてまで金稼ぐようなダメついやつが、お金分けてくれるわけないやろ。ほんまそれやで。多分脳みそ死んでた。100万は多いよな。Y が捕まったから、釈放金。やら示談金。で助けないとあかんからって嘘をついて、その女から金巻き上げてたみたいやわ。DM は来ないように設定しろや。その界隈とは縁を切れよ。心配してくれてありがとう。許可してないし返事もしてないよ。ちゃんと通院はしとるか。通院してるよ。未だに同じような背格好の男見たら、冷や汗が止まらなくなるやで、本当に怖かった。男はなんて名前なん。検索したら1ページだけ、めちゃくちゃキモい記事にヒットするが、見バレしそうなので迷っている。あと釣りだと思われたらちょっと悲しい。見バレしそうな記事ってどんな？大丈夫か。福田、健康の健太って検索したら出てくる。少しでも男性と関係がある人とは、関係を絶った方が良さそうですが、なぜ同じように騙された女性から、連絡が来たのでしょうか。てかなんで騙された女と繋がりあるんや。Y が顔出しで配信してたアプリと、インスタグラムと紐付けてたから、一方的に見つかったんやと思う。はい。承認欲は身を滅ぼすねー。あんまり美味しくない実家さんのジャムがあるから、分けてあげるよ。留置所で食べた6枚切り食パンに、カスタード1本しか引かれてないサンドイッチより美味しいか？おなごは犯罪に遭いやすいから今後は悔い改めて。3月。もう人は簡単に信じないやで。で、年齢と経験人数は？お前ら一番大事なこと質問すんの忘れんなや。25歳やで、経験人数は想像に任せるんを。お何してたかだけ教えて。留置所でか？消灯後に1回だけした。ほんまに暇やったんや。留置所ってカツ丼出るん？カツ丼は取り調べでも出なかった。1回だけ少量やがマーボナスが出て、目の前に出された瞬間ほんまにポタタってよだれ出たで。ちなみに高い本って何や？法律系の分厚い本やで。なんでそんな本を盗ませたん？メルカリで売れば高く売れると言われたやで。ワイは貯金あったけど隠してた。盗むまで至った経緯が知りたいな。SNS で金あげるからと言われて会った男に、家に上がられて軟禁されつつ、一緒に生活してたら、Y が部屋に置いてた金が底をついたんや。それで一緒に本屋行ってやるから、あそこにある分厚い本取ってこいと言われたのが経緯や。本屋で Y がもたもたしてたら、男が自分でカバンに入れたんや。そしたらそれを私服警備員に見つかって、掴み合いの末男は裸足で逃げていったんや。それを Y はぼーっと見てたら、ずっと見てましたよね？どんな男でしたか？と警察官に聞かれて、その場で助けてくださいと泣き崩れた。無罪にはなるかもしれんが、一応共犯の可能性はあるんやな。それよりその前に助けを求められなかったのが残念やったな。それって万引き G 面では？かもしれないな。女監視って何歳くらいが多いの？死後現金やから見た目でしかないけど、20代もあれば50代ぐらいの人もおったで。監禁マンに仲出しされた？されたで、どうにか妊娠したくなくて、栄養失調になろうと飯食ってなかった。ピルは飲めないしそれくらいしか方法がなかった。ほんまに辛かったやで。盗む時に、交番に駆け込む隙とかはなかったんやな。そんなことして、ちゃんと交番に駆け込まず失敗したら、男にボコボコにされるやで。しかも家族も働かなくしてやるって言われてたし、日々の監禁生活で、男の機嫌を損ねないことに全力を注いでたから、思い浮かばんかった。洗脳みたいな感じか。親は心配してた？まっましかおらんくて割と毒親やが、めちゃくちゃ心配してくれたで嬉しかった。上京して一人暮らししてから1年会ってなかったが、仕事忙しいのに来てくれたで。なぜ SNS で出会いを？俗に言う承認欲求ってやつで、配信アプリで顔出し配信をしてただけで、出会いを求めていたわけではないやで。なんかもう一被害者やな。辛辣やが、Y が悪いのはわかってるし、みんなのネタになってくれれば助かるんやで。配信アプリの詳細教えて。それはちょっと控えさせていただきたいすまん。つつもたせの罠も多いから気ぃつけや。中身は監禁マンの可能性大やぞ。で、そう言ってほんまか。
刑務所じゃないから被疑者同士の接触はほぼないから、そういうのはわからんすまん。ある意味なかなかない体験できたんちゃう。しばらくは男もコリゴリやろ。コリゴリやな。接客用してるが年の近い男の人は苦手や。世の中そんなカス男ばっかじゃないし、いつか克服できるとええな。監禁されてた話をもっと詳しく聞きたい。SNS で知り合ってからどんくらいの期間で家にあげた？監禁されてた日数は？警察に相談しなかった？エロい話ある？そもそもなんで家にあげようと思った？知り合った次の日やで。監禁は2週間。警察に相談しようとしたことがバレたら、何されるかわからなくて、機嫌取りに徹してた。Y からしたらエロくはないが事実としてはある。いろいろあって、不動産屋に20万円騙し取られたことをぼやいてたら、お金くれるということで、頭の悪い Y は甘い話に釣られてしまった。かわいそうだから Y とお弁当屋さんやろうや。お弁当いいな、料理は普通くらいの腕前やで。揚げ物の下の味ついてないスパゲティ担当してくれるか？おめえは漬物とご飯 150g を測って入れる担当や。時給は1000円や。それで時給1000円ももらえるんか。めちゃくちゃホワイトやんけ。こんだけやらかしても、すぐには逮捕されんって言うんやから不思議なもんや。逮捕されたのも、警察から直接連絡があったわけやないから、男の自作自演で女装って連絡してきたのかもしれん。そや、犯罪要件成立させるための、証拠がためにゃいかんし、逮捕する時点で、3回くらい再逮捕できるくらいにはしてからが普通や。詳しい人が多いな。自分がこんなことにならなければ、知らなかったことだらけや。身体検査でマンコの中も調べられた？全裸でしつこくジャンプさせられたで。M 字開脚してクスコ入れられて、開かれたりとかはないんか。エロ漫画の読みすぎちゃうんか。残念やがそんなしこい展開はない。監視は女よな。せやで。女性警察官5人に囲まれて全裸や。女装してた監視いなかった？おらんわ。もしかしたらババアみたいなジジイやったりしたんかな。逮捕状出るまで12時間拘束されてたから、あんまり覚えてないわ。男でケツの奥に携帯電話仕込んでるとか、普通にあるしな。よく自丸とか考えなかったな、偉い。監禁中に？ Y が我慢しないと、親兄弟が Y と同じ目に遭うかもしれへんと、本気で思ってたな。その男とまた遭遇する可能性はあるんやろうか？この手の事件では気になるで。車で8時間の距離の実家に帰ってきてるし、男からしたら失敗してるから、接触はないんちゃうかと思ってるで。まあ男に殺意みたいなのはないなら別に大丈夫か。Y から接触することはまずない。ジョリーンみたいな子いた？漫画のキャラか？せやで冤罪で無所にぶち込まれた。私があの時話した子は、裁判所で同室だった中国の方と少女の2人だけで、少女は葉っぱで捕まったと教えてくれた次の日には、留置所からいなくなってた。どんな男でもキムタクに見えるって聞いたんやが。若い警察官はちょっと男前に見えたな。ちょっとな。立ち直れてて感心するわ。3月、割と笑い話にできるところまで来たで。犯罪は数打ち当たる戦法やからな。オレオレ詐欺と同じや。よろほど恨みでもなけりゃまず追ってはこんやろな。牛島くん、配信者ちゃん変やな。キャラモデルになりたいな。留置所とか刑務所で一番辛そうなのはトイレよな。周りにルームメイトいる中でうんこするんやろ？出るもんも出なくなるやん。Y はコロナのおかげで一人部屋やったんや。ほんま助かったで。それはよかった。トイレ中も上半身は、監視からも見えるような作りなんよな。もちろん。下ネタ連続で申し訳ないが、ナプキンって支給されるんか？ナプキンかタンポンかって選べたりする？ナプキン一択やった。檻の下の小さい窓から、自分の番号が書き殴られたナプキンをもらえるんやで。タンポンは紐ついてるから多分あかんで。しばらくしたらニュースになりそう？ならんよ。こんなこと至るところでたくさん起きてるみたいやで。どこ情報？ Y の取り調べ担当してた警察官情報やで。こんな世の中やから、騙されるバカな女が山ほどあるんやて。もちろん Y もしかり。脱獄してから最初に何食べた？おいなりさんや。脱獄ちゃうわ、釈放や。くさ。怪獣の鹿みたいやな。あんな風に他の人と話せたら、どんなに気が紛れるかと思ったやで。取り調べでしか声を発さないからな。あと転校。よく監禁するときは、逃げられないように全裸にさせるって聞くんやが、イッチはどうだった？全然服着てたで。体よりも精神的に逃げられなくなってた。はい、ダメになるな。ダメというか勉強にはなったけど、捕まってよかったとは思えないな。した方がいい経験と、しなくていい経験ってあると思うから。これから選択を間違えないでいけば大丈夫や。留置所でもそんな厳しいなら、刑務所とかどんなんだよ。刑務所の方が自由利くんじゃないかと思う。
留置所は外部との接触を過剰に気にするから、マッマからの服の差し入れも、8割跳ね返されてたらしい。他にその男に監禁されてた女いたんやろうか。濁されたが、この男は何度も同じようなことしてると、取り調べの警察官に言われたやで。貴重な体験な。じゃあ一致講演会でもしてみたらどうなんや。需要あるかな？そんな大したこと話せないから需要はないやで。そんなのわからないやろ。どういう生い立ちで、こういう選択をしてしまったので、こうなってしまいました。みたいな。読んだ方と聞きに行く方は社会復帰支援にもなるやん。すれ立てといてあれやがちょっと恥さらしすぎんか。でもそんな風に Y の経験に、価値をつけてくれて嬉しいんやで。恥さらしかもしれんがそれも人生体験や。それを聞いたことによって、自分は気をつけようって思えば、同じような被害に遭う人を減らせるかもしれんよ。危うそうな女の子の相談には、積極的に乗るようにしてるが、そういうのも経験があってできるのだもんな。その通りやで。親からはなんて言われた？産まなければよかったと、また言われるかと覚悟してたが、初めてお前が悪いではなく、育て方を間違えたと言ってくれて気持ちが楽になったで。こういうのってほんまにあるんやな。ただのオタクの妄想かと思ってたわ。家からボイレコが押収されるまでは、毎日お前が悪いと責められ続けた。監禁男が録音したんか。ちゃうで？ワンチャン警察に行けた時のために、パンツの中にボイレコ仕込んで、男を煽って見事にボコボコにされたんやで。服剥がされた時めちゃくちゃ焦ったけど、バレなかったでワイの命綱。よく用意があったな。パッパが昔買ってくれたのがあったんや。きっとマッマに見つかったらめちゃくちゃ怒られる。パッパは？そういえばさっきパッパは？の書き込み飛ばしてしまったが、パッパは中学生の時に離婚して、今は別のガキの父親やで。Y の空気読めなさは、パッパ譲りやからパッパには話してないやで。まとめられていろんな人に知られることになるでな。これきりにするんやね。あと匿名掲示板で女アピはあかんぞ。オンジェイの女神様なんて全く勝ちないからな。せやな。これは釣りやで、フィクションや、震え声。これほど中二病漫画読んでてよかったと思ったことはなかったわ。いい男に当たればいいな。幸せになってほしいやで。3月。結婚はしても子供は産まないかな。Y みたいな外耳遺伝子を引き継がせたくないからな。こんなクソスレが300も行くなんて。みんなありがとうなんやで。そろそろ夕飯の準備するやで。またね。話して少しでも楽になれた部分もあったならよかった。貴重な体験聞かせてもらった。いかがでしたか？イッチは本当に辛い思いをしてきたのですね。万引き自体は良くないことではありますが、これをきっかけに外の人との関わりができ、結果的に男から逃げることができて、本当に良かったですよね。続いてはこちらのスレを紹介します。今回は、なんと彼女が犯罪を犯していたことが発覚したという、一致のエピソードをご紹介します。果たして、彼女は何をしたのでしょうか。一致の話を聞いていくうちに、彼女の黒い部分がどんどん明らかになっていきます。彼女が犯罪者やった。コロナ給付金を不正受給していたみたいくさ。ペーパーカンパニー作って不正受給してたわ。確定申告の話してて判明した。ほんまの犯罪者でくさ。一致も彼女を愛してるなら共犯ってことで実しろ。共犯ちゃんは、昨日の夜知ったばかりやし Y に何のメリットもない。一致やっちまったな。なんでは嫌ねん。共犯やろ。証拠出してくれ。証拠はないぞ。共に隠蔽する感じなん？いや普通に自己申告して返納するのを勧めようとしてる。その場では本気でビビって声にならんかった。拒否された場合どうするん？そのまま隠蔽？別れて関係を断つ。つまり胸の内にしまっておくってことか。Y から密告することも考えてる。一緒に警察に行って、罪をブログ改めますって言えばええんやで。普通は警察行くよね。半グレの本彼を理想。多分これ、マジレスすると、21これなんよ。推測の域を出ないんやけど。知ってて隠してたらなんか罪なるんか？犯人隠匿とかになりそうよね。ひえ。一致が吹き込んだんやろ。金額的にいくら不正してた？だいたい月15。もう別れた方がええんちゃう？一致の命が心配や。ほんまにヤバいのは彼女に犯罪の自覚がほぼないことや。難儀な女に捕まったもんやな。半グレの元彼と元同僚と3人で、ペーパーカンパニーを作る。数人雇ってることにする。でも実際に雇用関係にはない。給与支払いの分の控除について辻褄が合わん。Y に相談。確定申告の時に、どうやって取り繕うつもりだったのかは知らん。ガチならリリース案件やろこれは。まあ年齢的にも彼女はそろそろきついと思うし、仮に自己申告したとしても別れると思うわ。いくつなんや？今年32。
二十歳くらいかと思いきや結構なお年頃でくさ。絶対別れた方がええで。後々面倒なことになるで。ギリ実刑はないか？バックにヤクザおるとアウト？今後の自分の動き方次第やと思う。彼女自身にヤバいことって自覚が全くない。せやからワイにも確定申告の話をさらっと無自覚にできる。それイッチに相談したのって多分元彼からの指示やろ。それはなさそう。わざわざペーパーカントニー作っといてヤバいことの自覚がないってのもすごいな。それな、確信犯やろ。せやねん。領収書の名前とかおかしいなとは思っててんけど、確信犯やと思う。自覚ないって頭悪い人なのか？せやね、頭はほんまに弱いと思う。確かに褒められたことではないけど、コロナで痛手をかぶってるのは事実。せやから、私たちにコロナ給付金が支払われないのはおかしい。給付金の受給は当然の権利。割とマジでこの思考してる。あーダメなやつですね。逃げろイッチ。あかん。もちろん不正受給してるやつが一番悪いけど、それができてしまうガバガバなシステムにも問題あるわね。そもそも半グレの元彼って。元彼の話聞いたら過去9人全員オラオラ系やったわくさ。彼女もヤバそう。危ない人が関わっていそうな様子ですよね。東日本の時にもやけど、ああいう審査は厳しくしたらもらえない人や、通るまで時間かかるからそこが難しいバランスなんよね。これなんよ、悪人はそこにつけ込むクズ。一致の名義もどこかで勝手に使われてそう。それはさすがにないと信じたいわ。しかるべきところに通報して調べた方がええと思うわ。勝手に名義使われて信用情報汚されても困るやろ。可能性ゼロではないか。嘘松でも本当松でもきつい。ネタちゃうねん。まあ証拠も全くないんやけど、まあ他にも傷病手当と失業保険の不正受給してる可能性高いから来週月曜に話聞く。てかさ、普通すぐ別れるよね。こんなとこで相談したって何もないのに。ってことでこれはネタスレや。相談してへんぞ。別れるのは確定にしてもビビるやん。そしたらスレ立てるやろ。これは更生させないと。うまく別れないととんでもない復讐されそう。そこまでの頭ないと思う。やからよ、半グレにボコボコにされそう。元彼から闇討ちに遭うのかよくさ。彼女が恩恵民とかくさ。嫌すぎる。彼女の性格は？地雷がどこにあるかわからんくてすぐにブチ切れるタイプ。私は間違ってないよね。言い直してって怒り方をする性格や。察してくれ。うわぁ、毒親になるタイプやんけ。しかも犯罪者とか。一致ご愁傷様。彼女の両親ともに毒親やったみたいやしね。しっかり受け継いでると思う。だいたい元彼と今も連絡取り合ってること自体おかしいねん。草生えるは知らんかった。これが理解できんから別れようでいいじゃん。まあせやな。価値観の違いって使い勝手のいい言葉や。そりゃ元彼と。実際クリスマスとイブは別の元彼のところに行ってたしね。そらしまくりやろね。設定にしてもかわいそうなのは抜けない。ガチやで。わい、その時もすれ立ててる。その時点で普通別れるわ。そもそもイブ一緒じゃないとか、一致本命の彼氏でもなんでもないやろ。結婚や同棲の話してたんやがな。悲しいな。草草早すな。草早さんとやっとられん。捕まったあの美人思い出した。まんまこれで草一致犯罪者と付き合ってるって。ま、犯罪者カップルやん。なんでワイもやねん。世間はそういう目で見るんやで。彼女、一致くんに脅されて仕方なくやったんです。ペーパーカンパニー設立時はワイと知り合ってすらないからセーフ。コロナも初犯で懲役4年なるん？ならんと思う。けど彼女の場合は割と悪質や指導なるかわからん。助成金詐欺はそれが多いからな。俺の知り合いも2人4年やったよ。コロナも悪質なのは食らうみたいやな。過去に半グレと9人付き合ってます。クリスマスイブに本命の男と会ってます。犯罪者です。追及すればまだまだ犯罪してそうです。こんなの結婚前提の彼女いらんわ。ヤバすぎ。改めて見るとヤバいな。これと付き合うってよほど顔がいいとかか。せや、元モデル。これが設定じゃなければ、まあ一気が狂うのもわかる。正直ワイはかなり見ついでる。今は完全に目が覚めてるけど半年前はヤバかった。アッツ号のいい ATM じゃん。いくら？月30。えっぐ。もうこれパパ活じゃん。やめろ。くさ。あと感触持ちやで。自分は絶対に間違ってないと思ってるタイプ。これちょいヤバい人ら絡んでそう。半グレの元彼が登場してる時点で、がっつりヤバい人たち絡んでるやろ。ちょい、やなくて、がっつりヤバい人らが絡んでると思う。ワイがまだまだ知らんだけで他にも色々出てきそうやし。ヤバい人の詐欺のコンサルが大体おるからな。お金になるでって誘われるね。せやね。話を聞いてる限り税理士が入れ知恵しとる感じはする。
そうそう。腐れ税理士が多い。ヤクザ後ろにおったりする。警察には密告しないん。出ならスルーしてくれ。密告する。まずは彼女に自己申告するよう促してる。別れて匿名通報やろな。ああ、もう終わりだよお前。そのうちヤクザに巻き込まれて、彼氏のお前が借金負担する展開ありそう。一致の免許証とかマイナカードとか、こっそりコピー取られてるやろな。怖すぎ。怖いすぎて草。後出しですまんの矢川井の家は大阪の元町。彼女の元職場は心斎橋。まあ察してくれ。こんなのと付き合う一致も相当ヤバいやつなんやろな。さすが恩恵人。わいはただの貧乏公務員やで。それで30万も貢いでるからヤバいって話や。せやな。官僚が犯罪者と付き合ってるの草。すまんね。すれ立てしてどうしたかったんや。正直に言うと、すれ立てて誰かに話を聞いてもらうことで、気持ちを落ち着けたかった。ちゃんと印鑑証明カードとか保管してるか？白紙にサイン求められたりしてないか？印鑑とか免許証は大丈夫。せやけど職場は当然知られてる。管理職上司に別れ方聞いた方がいいで。信頼できる人おるから事前に相談はしてみようと思う。信頼できる人じゃなく弁護士に相談しなさい。もう今の段階で？そう。不安な段階で。弁護士としても今の段階やとできることなくない？だから相談や。自分に違法性がないことと、仕事に影響ないこととか確認するべきやろ。30分無料相談行ってみるわ。レスに草生やしてるけどマジやと動揺しまくってるぞ。公務員なら社員に名前使われたりしとらんか。あれ年金とか残るからな。使われてなさそうやった。でもこれ国も悪いよな。マジで誰でももらえるもん。そりゃ若い子はみんなもらおうとするよ。半分は名みたいなもんや。あかんもんはあかんやろ。いやそりゃそうやけどさ。とりあえずばらまいて、後からショピータロって魂胆見え見えやん。100万ちらつけば善人でも揺らぐわ。目先のはした金で犯罪者になろうとは思わんやろ。お前の彼女がなってるけど。せやねんな、ほんまに信じられんわ草生える。知った時点で別れようと思うのが、世間的には自然だから。別れるで。別れる前に自己申告を促さなあかんよなって思ったんよ。もし無視されたら警察呼ぶ？警察は呼ばん。Y から密告する。無理よ。金でしか心動かんのやから、金が出なくなった ATM が何を言っても響かない。ものすごく下に見られてるのは間違いないからな。それは当たってるは悲しいけど。でも反社の元彼、本命彼しかも知らんがの言うことは何でも従うで。舐められとるんや鉄槌を食らわしたれ。せやな。ほんまに草生える。仕事が忙しいとか言って会わないのも手だよ。とりあえず、今後どう動くつもりなん？明日会った時にもう少し詳しい話を聞く予定。その時に自己申告を促す。無理なら月曜に Y から密告する。一致、通報するわ。彼女、お腹には一致くんの子供がいるけど、それでもいいのの？半年してないしええやろ。付き合ってるのに半年しないのくさ。鉄槌食らわすほど元気もないしやる気もないが。一致騙されてるやん。なぜこんなんになるまで放置してたのか。知り合う前からこんなんやってんからしゃあないやん。月に30万貢いでなしとかパパ活よりひどいやんけ。マジくさ。同棲や結婚に向けての共同の銀行口座の話してるのに、本命ちゃうとか泣いちゃうぞくさ。ネタなのかバカなのか。半分ネタ。クリスマスとイブに元彼の家行ってる時点で冷めてる。マジでか。きついなそれ。てかどういう出会いやってんそんなんと。彼女美容師。Y お客。一目惚れ？せや。それはマジでかわいそう。次回のために正しくしたれ。どんな感じでアプローチしたん？一目惚れしたから飯食いに行こう。それは素敵なことやけどもやな。それとこれとは話が別や。せやね。そこは割り切ってるわ。お前が出頭させてやれ。知ってて黙ってたら、お前も罪に問われる可能性あるで。せやから密告するって。まずは自己申告するよう促す時間くれ。うん。自分から言うよう説得してくれ。公務員の通報義務あるからな。相手が頭の切れるやつなら、気づかれることも想定済みかも。それはないわ。申し訳ないけどほんまに頭は悪い。半グレの元彼のさらに黒幕もありえる。説得してたら反社の彼氏来るぞ。このパターンが一番怖い。時間かけすぎるとバックが出てくる。とかやとほんまに殺されかねん。この手は途中で怖くなったからやめる言うたけど、怖い人に脅されて止めれんかったが多いで。自然とフェードアウトせなあかんのやけどな。自分が助かることだけ考えた方がええよ。相手が自分に情をまだ持ってるとつけ上がるのが関の山。せやな、肝に銘じるわ。説得したら怖い人に怖いことされると言われるに一票。俺もこの意見に一票。どうなんやろな。
自発的にやったかやらされたかで結構印象変わってくる。結局犯罪やけど。やらされてる側やとは思う。ほんまに頭は悪いから、せやけど自分もがっつり受給してるし、言い逃れできひんわ。簡単思わん方がええよ。裏方から紐ついて何十人か逮捕されるような事件にもなるかもや。テレビ出れるで。せやな。こういうペーパーカンパニー作ってるタイプは、組織的にことを運んでるパターンが多いと思う。ほんまに気をつけなあかんよね。腐れ税理士おるなら間違いなく裏方は組織的やで。そこだけやっとるはずないしな。腐れ税理士がおることはほぼ確定。ペーパーカンパニー以外にも、もう一つ元彼運営の別会社があって、そこに付き合いのある税理士が多分黒。何より自分の身を守ることを考えよう。はい。穏便に分かれて通報するのが一番やと思うんやけどな。月30万も見つげるなんて、飛行級取りやん。実家が太いねん。一致が毎月30万見つげ続けてれば、彼女も半グレの元彼も、不正受給なんて思いつかんかった野郎に、貢ぐ額を落とした一致が悪いわ。ワイと知り合う前からやってたんやぞ。すまない。俺は不正受給は間違ってると思う。価値観が合わないから別れてほしい。そこから通報。これメンス。基本はこの流れで行くで。吐きそうになってて草。無理すんなよ。実はこういうのバレとらんだけで多いんやろな。補助金関係ってグレーゾーン多いし。めちゃくちゃ多い。バレとるのもめちゃくちゃ多い。さっさと警察か弁護士に相談した方がええで。反射ついてるなら別れ話したところで、円満に別れられるとは限らん。警察は無理そうや。親友が警察官なんやけど現段階やと無理やって言ってた。マジかよ。相談するなら今は弁護士の方が、まだ良さそうやなって思ってるよ。そこやない。相談したいう記録を作っておいてもらうんや。ああなるほど。とりあえず通報したら一致は助かるんか。早めに密告はするで。まずは自己申告を促したい。一度電話でも何でもダメ元で相談に乗ってもらって、記録に残すのはええんかもしれん。ワイはこれだけ早くから気づいてたで。ちゃんと相談したし関わってないで。って根拠にもできるしな。これやな。なんかもう関わらんで、スパッと切った方が良さそうやけどな。身を守るいうのはそういうこと。他にもいろいろ余罪ありそうやし、間違いなくやるやろね。他のスレ見てて前科持ちなんかも気になってきたわ。隠してそう。前科持ちだろうがなかろうが、そいつとの未来は断ち切った方がええで。公務員なら犯罪者と関わりあるだけでクビだな。身内が飲酒運転したらアウトだし。付き合った相手が犯罪を犯してたって、昨日分かったばかりなのに、もういきなりアウトかよくさ。別れる言うてるやん。まあお察しする。好きになった相手が結構重い犯罪者って、きついよな。前のスレ多分見てたわ。あの感じやと自分でペーパーカンパニー作って、手続きするなんてブレインキャラやないし、絶対にクリスマスの時に投げ込んだ、元彼の指示やろうし、それを悪びれてないしお別れ一択やな。匿名通報できるやろ。犯罪者と別れる以外の選択しないやん。いかがでしたか？結局その後、一致は彼女に話せたのでしょうか？しっかりと彼女自身が過ちに気づけばいいですが、一致の話を聞いている限り、難しそうですよね。今は一致が無事に逃げられるよう、祈るしかありませんね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。